リオオリンピック女子レスリング69キロ級金メダリストで大阪市教育委員会、スポーツ課の土性沙羅です。今回は令和6年2月に開催する第1回松阪カハダ橋トレイルラン大会のご案内です。会場となるのは松阪市最西部に位置する自然豊かな地域飯高町。この地域には松阪カハダイレブンと呼ばれる11の山々が立ち並び、初心者から登山愛好家まで多くの方が、登山を楽しんでいます。そして記念すべき第1回松阪カハダ橋トレイルラン大会の舞台となるのは松阪の大自然カハダ橋にある伊勢と大和を分けたとされる伝説の史跡珍し峠と松阪カハダイレブン第1座坪根ヶ岳。今回は23キロのロングと14キロのショートの2部門で大会を開催します。獲得標高1000メートルを一気に駆け上がり、そこから駆け下りるコースを設定していますので、カハダ橋の大自然を満喫することができます。エントリー期日は令和6年1月19日まで。三重松阪マラソンとは一味違った松阪の魅力をぜひ感じ取ってください。皆様のエントリーをお待ちしております。